はい、今回撮りましたものは、化け物語と偽物語の、うまい棒です。それぞれ化け物語が明太味、偽物語が、なんだこれ、コーンポタージュ味となってます。この、ちゃんとパッケージが、化け物語、偽物語化してますね。一応設定宇宙人ですよね。あの青いタヌキに似たあいつ。この化け物語の方がですね、この戦場ヶ原さんお得意の仕込み文房具をこれうまい棒にしております。いやー、この顔でこのスタイルが良くてもやっぱりこれは燃えないな。で、うまい棒バージョンのこの煽り文句っていうのかな。そう、戦場ヶ原にはうまい棒と呼べるものがなかったのである。なんじゃそれ。これ多分体重ですよね。アニメは見たんですけど、この西尾一生さんの原作を読んでないんで、ちょっとまあ多分そうだろうとしか言えないんだけど、多分体重ですよね。あ、今頃気がついた。これ主人公か。これこのアホ毛。あ、これ主人公か。主人公の名前忘れた。戦場ヶ原さんがよくゴミとか、あ、なんとか言えるけど、あ、荒木くんだ、荒木くん。荒木小嫁だろうな。で、裏ですね。取ったままのこのポッキーついてます。クッキー&クリーム。ちょっと本当に買おうかなと思ってるやつなんで、ラッキーです。しかも、ホンドポッキー。世の中全部パンダ。意味がわかりません。ポキポキポッキー。え、この何、この赤い車が、赤い車がこの謎の呪文を唱えるとこの遊園地仕様のこの100円いたら動きそうな乗り物になってしまうという呪いじゃねえかという、あ、面白いじゃないかいや、後で食べよう。で、裏側ですね。よいしょ。なんかこれは西尾維新アニメプロジェクトということなんで、じゃあ、他のやつもアニメ化になるのかな？西尾維新なんで私、何読んだことあるっけな？忘れた。まあいいや。とりあえず、うまい棒の明太味が、これ、40本入ってます。さらにですね、クリアファイルに関してということなので、特製クリアファイル入りです。ハサミとかカッターを使って開ける場合にクリアファイル切らないように注意しないと。で、隣のこっちですね、偽物語。物語的には化け物語の偽物語なんで、ね、で、またこの一番下に主人公の荒木こよみくんですよね。で、上に妹のどっちだ、月日ちゃんとカレンちゃんか、おなじみ目玉焼きの髪留めゴム使ってます。で、カレンちゃんはうまい棒がヌンチャクになってますね。なんか別にヌンチャク使わなくても強いからな、いいんじゃないかな。よし。で、こっちはあれですね、煽り文句がうまい棒ごっこじゃないよ、うまい棒そのものだよ、お兄ちゃん。うん、これは正義の味方ごっこじゃないよ。正義そのものだよ、お兄ちゃんっていう。いや、よく考えたらすごいセリフを言ってたのを覚えてます。ていうか全然知らなくって、なんか、新聞のテレビ欄見たら、
あの新アニメ、であったんで、ちょっと撮ってみたら絵がすっごい綺麗だったんでびっくりしたって、それでまた見始めたんですよね。でこちらの裏が同じですね。ここにはこの裏にこのポッキーのついております。この辺わかりますか？落とした時にですね、ちょっと開けました、うん、よいしょと。こっちはうまい棒を40本、でまたこっちもですね、ちゃんとクリアファイルが入ってます。下の方に特製クリアファイル入り、はい、ですね。個人的には戦場ヶ原さんの方が好きなので、偽物語にほとんど出なかったのが残念でしたね。はい、というわけで、あ、明かりがすごい当たってるでしょう。あ、無理。無理だ。じゃあ開けていきたいと思います。はい、開けてみました。では早速中身を出していきます。よいしょ。明太味ですね。こんな感じで横向きに入って、ここにクリアファイルが入っていく感じです。うまい棒40本。これが、あ、ちゃんと、それぞれのキャラクターの、ガハラさん?これは。ガハラさんですね。ちょ、笑顔でうまい棒を差し出している、ガハラさんのパッケージ。ああ、これは委員長来た。まさかこれとはこのバージョンの委員長、羽川さんですね。羽川さんはいいですね。あ、なでしこだ。こちらが戦国なでしこちゃんですね。うんうん。ライボ。今度はまた中原さん。なでしこ3本、こんなところ。ガハラさん2本、院長が。3種類なのかな。よいしょっと。あ、多分3種類だな。バラで、戦場ガハラさんが3本、羽川さんが3本。戦国なでしこが4本入ってました。で、334で10本ですね。プラスですね、このままです。この3種類の30本入りが入ってました。もともとのあのパッケージには賞味期限とか書いてなかったんで、あ、こっち、やっぱり、本体の方に書いてますね。一応、12年の10月23日まで。全部そうかな?うん。12年の10月23日まで。あ、こっちもですね。全部そうですね。12年の10月23日までが、賞味期限となってます。で、特製のクリアファイルですよね。はい、あ、うまい棒バージョンだ。ちゃんと
ああ、何バレバラコンビだったっけな。ホッチキス。あ、でもやだな、ホッチキス絶対痛いよな。怖え、口の中とか。ああ、なんだ。こいつらはあれだ。荒 投げくんと八口迷いか。八口ほんと元気ですよね。あんな、よく動くお化けはそんなに見たことがないです。いや、本物も見たことないか。裏が、この帽子はなでしこか。と、猿。猿って言っちゃいけないか。一応、羽川さんと、あ、忍野。忍野さん好きだったんだけどな、いなくなっちゃったよ。なんか何気に主人公が一番なんとなく、なぜか気持ち悪いな。あ、ていうか、これ、もしかして、落としてない？ これ失敗してるじゃん。ダメじゃん。物語始まんないじゃん。いいな、これ。物語。とりあえず、うまい棒バージョンのクリアファイルがついてます。はい。じゃあ、こっちもかな。コーンポタージュ味の方が。あ、なんかこっち縦に入ってある。あ、違うんだ。クリアファイルがこんな感じですね。あ、違うんですね、結構。あ、こっちの絵柄は、やっぱり3種類なのかな？今んとこ取り出したのは3種類です。よいしょ。ピントが全く合わない。誰だこれ？あの変態か？ああ、この包帯は。変態とかじゃ悪いか。バスケットボール代わりにうまい棒を入れてるんだ。はあ。イメージなのかな？なんかこの赤いやつは。赤い。だってこれ中身ポンポタージャージなのに。あ、の赤い本のイメージなのかな？あの部屋にあった大量の。あ、全部同人誌だったら嫌だな。はい。もう一つの柄が。ハチクジ迷いですね。個人的には荒木君があんなに執着する理由がよくわかりません。ていうか、他の人に見えないって分かってるのよくあんな行動できるなっていう。荒木君の行動力にびっくりします。あ、それはともかく3番目が、見えるかな？よく見えないな。あの詐欺師ですよね。詐欺師とか言っちゃいけないか。偽物？おまじないを作ったり。人か。さっきから言って分かるように、もう登場人物の名前ほとんど覚えてないっていうね。最近終わったのに。物忘れが激しい感じが恐ろしいですね。大丈夫だろうか、私。よし。こっちは、あ、こちらは、ハチクジが、1、2、3、4本。よし。で、あの変態が、本当に変態って言っちゃうんだけど、変態としか覚えてない。詐欺師3本、変態3本、八口が4本で10本入ってました、バラで。で、こんな感じで、なんと、30本入りですね。あの袋の錠のものが、はい。あ、こっちは見えるな。こっちも12年10月23日までの賞味期限となっています。
よしと、あとはで、クリアファイル忘れた。コーンポタージュ味のクリアファイルです。偽物語、こっちはこの妹ちゃんバージョンですね。あ、こっちは、ああ、これあれだ、やばい、これは歯磨きバージョンだ。うわ、めっちゃ笑顔やし、いや、これやったら溶けるだろ、うまい棒。この話はいいのかなとか思いながら見てたけど、まあいいや、深夜アニメだしと。裏ですね。あ、ここに対決してますね。これカレンちゃんの方がでかいな。お、こちらは、あれか、キメ顔か。あー、おるな、なんかこの人わけわかんない感じになってるな。これなんだっけな、なんか意味あったっけな。はあ、あ、ちょっと出てる。でもみんなやっぱこの顔だと、うん、全く燃えませんね。面白いのは面白いんですけどね、これどうなんだろう。よいしょ。さてと、一番引いてこの状態か。はい、まあこんな感じですね。開けたらこんなん入ってました。ちょっとクリアファイルがうまい棒化してて結構面白かったです。では以上レビューでした。